中立品種ンシアランスグループは、スイスに本社を置く世界有数の保険グループである、スイス証券取引所上場企業。1872年に、スイスの中立費を拠点として、バーシチュラングス・フェアインの名称で、会場再保険事業を中心に設立。1998年9月に、ブリティッシュ・アメリカンタバコの金融サービス事業と合併。2000年10月に、 企業構造を効率化して持ち株会社中立比ファイナンシャルサービシズを設立した。2012年4月、中立比ファイナンシャルサービシズから社名変更を行った。2020年現在、世界215以上の国と地域でおよそ5万5000人の従業員を有する。中立比保険会社は1986年に東京で設立された。 個人向け自動車保険を中心に取り扱う顧客窓口で東京と大阪にコールセンターが存在する。テレビ CM でコールされるハロースイスを当てはめた電話番号が一般的に知られているが、これが同センターで対応される番号である。また、当センターでは継続、契約内容変更の手続きや生命保険の簡単な説明。 生命保険の資料送付受付も行っている。日本全国の地上波テレビ局やラジオ局、BS デジタル放送、CS テレビのチャンネルにて、スポット CM を放送。ジャレズブリクト2015、ヒストリーヘリテージ。チューリッヒインシュアランスグループ。2017年1月2日閲覧。チューリッヒネーム、チェンジコンプリート。 インシュアランスデイリー2017年1月2日閲覧ありがとうございます。